はい、こんにちは、スーパー生キラボです。今日はですね、一つの丸太からどれぐらいのお皿が取れるかというのを、実験してみたいと思います。はい、ということで、これが今のスーパー生キラボの、生木、半生とかの丸太の在庫になります。で、今日はこちらの、桜ですね。ちょっと樹皮が桜っぽくないんですけど、まあ、こういうものからどれくらいのお皿が取れるのかっていうのを見てみたいと思います。で、なるべく安定するようにこういうコッパを挟んだりします。でチェーンソーは、まあ、今家の玄関前なので電源が取れるということで、この電気チェーンソーを使います。で、まあ、チェーンソーなんでこうですね、マキタ、世界のマキタですね。まあ、世界的、まあ、日本でもトップシェアを、占める電動工具の、まあ、有名な一流のブランドだということですね。で、電気チェーンソーと、まあ、エンジン型のチェーンソーがあって、まあ、エンジン型のチェーンソーと比べると電気チェーンソーはあの、まあ、音は静かなんですが、どうしてもパワーが劣るかなというところです。まあ、エンジン型のチェーンソーもあるんですけど、ちょっとそれはまあうるさいし、まあ、今そんなに急いでないんで、それ電気チェーンソーでいきたいと思います。はい、それでは行ってみます。で、まあ、ここエンジンブレーキというか、何ですか、チェーンブレーキですね。チェーンを切り終わったらすぐこれで止めるようにという感じでするのが安全でいいと思います。はい、で、今切れましたので、こういう感じで切れましたね。よいしょ。はい、ここがこうなってたのがこう切れたという感じですね。はい、これはまあなんかスプーンとかに使うかもしれないし、まあ、薪にするかもしれないです。で、こっちを切ります。で、今チェーンソーで切ったらなんかカメムシの匂いがすごいふわっと回ってきましたね。多分どっかにいたのかもしれないです。はい、ごめんなさい、カメムシさん、あやめてしまったかもしれないです。で、まあ、これですね、大体、まあ、無駄なく取りたいんですが、まあ、いかんせんもう虫食いとかもいろいろ入ってるし、入り皮みたいな感じで結構まあもう癖だらけの丸太なんで、まあ面白い器ができたらなと思います。はい、で、こんな感じで35センチで、ここだともう20、そうですね、使えるのは20センチぐらいかもしれないですね。どういう風に自撮りしていくかですね。ちょっと考えますけど、まあ、あえてそれノーカットで今お見せしたいと思います。54、あ、カメムシ臭い。
で、ここも見てもらうと分かるんですけど、この丸太の、小口、丸太の小口からもうひびが結構入ってるんで、これがどこまでこういうひびがこの丸太に入ってるかっていうのが分かんないんですけど、まあ目視で確認できる分だけはちょっともう、例えばこのあれがここまで来てるのかここまで来てるのかちょっと分からない部分はあるんですけども、まあとりあえずひびが来ちゃってるなっていうところまではちょっとカットしています。それでちょっと一回様子を見たいと思います。切れました。はい、で切ってみるとまあ結構まだ鮮やかですよね。綺麗ですよね。なんかまあすごい癖はありそうなんですけど、はい、全然断面の色が違いますよね。空気に触れてて、まあ、雨アザラシだったんでそれと全然この若々しいフレッシュな感じがまだ残ってますんでですね。で、まあ、ひび割れもここまでは来てないかなというところですね。で、この状態からさらにどんだけ使えるかなというところで、まあ、お皿にするんだったら厚みはですね、指2本分ぐらいをこう、こういう風に取っていくかっていう感じなんですが、なかなかね難しい部分で、ここがねどうしてもあるんで、虫食いがね、虫食いというかまあ入り皮ですね、これ入り皮があるんで、とりあえずここザーッとスライスしちゃって、この入り皮の部分はまあ一回こう覗いていくって感じですかね。まあ入り皮の部分も入れて回していけばいいとは思うんですけど、はい、ここからこうシャーッとスライスしていこうかな。はい、じゃあいきます。これもなるべく安定するような形でいきたいですよね。まあ、この丸太自体に結構重さがあればまだある状態だったらいいんですけど、だんだんねスライスしていくと厚みがなくなったりするんで、ということで、だいたいこう僕の場合この手の指2本分ぐらいで見てます。じゃあ行きます。
で切れました。はい。で切ってみるとまあ結構まだ鮮やかですよね。綺麗ですよね。なんかまあすごい癖はありそうなんですけど、はい、全然断面の色が違いますよね。空気に触れてて、まあ、アメアザラシだったんでと全然この若々しいフレッシュな感じがまだ残ってますんでですね。で、まあ、ひび割れもここまでは来てないかなというところですね。でこの状態からさらにどんだけ使えるかなというところで、まあ、お皿にするんだったら厚みはですね、指2本分ぐらいをこう、こういう風に取っていくかっていう感じなんですが、なかなかね難しい部分で、ここがねどうしてもあるんで、虫食いがね、虫食いというか、まあ、入り皮ですね、これ、ね、入り皮があるんで、とりあえずここザーッとスライスしちゃって、この入り皮の部分は、まあ、1回こう覗いていくって感じですかね。まあ、入り皮の部分も入れて回していけばいいとは思うんですけど、はい、ここからこうシャーッとスライスしていこうかな。はい、じゃあいきます。あとちょっとで切断できるんですけど、これあえて切断せずに残して、で次の、お皿のスライスに移ります。っていうのも、まあこれ落としちゃうとまた不安定になっちゃう。このままあえて残しておいて、こう順々にいって、最後にパパパッと落としていくという感じにしています。いつもそれではさっきの丸座がですね、こういう風に3枚にスライスできたんで、ちょっとざっと見ていきます。すごいいい感じの模様が出てきました。はい、ここまで引けたんですけど、またここからどんどん引いていきます、はい、でちょっと皮が残ってたりする部分、こういうとこですね、はい、こういう部分もなくなるように引いていきます。それでは回していきます。
でっかいね、イモムシがいるんですよ、ここに。何の虫かわかんないですけど、ちょっとまあかわいそうなんですけど、ね、ちょっとイモムシがいるんですよね。こういう感じでね、あ、落ちた、落ちた、どこ行っちゃった、落ちたんですけど、どっか行きました、はい、でね、こっちもいるんですよね、どっかい、イモムシくんが、ちょっと、まあ、しょうがないですね。こういう風になってますレベソみたいなの作って、でここでこれでキュッと掴みます。でこれを外します。本当はあの電動ドライバーがいいんだけど、今インパクトを使っちゃってます。よいしょ。そしたらこの内側をですね、まあ、浅くお皿にしていきますので、まあ、浅くですね削っていく感じになります。はい、それでは削っていきます。掘りすぎちゃうと穴が開いちゃうんで、気をつけながら掘ります。
虫がいたとこが穴が開いてます。ここね、また後で見れるかと思うんですけど、もうあんまりここはここ触ったらダメですね。抜けますね。なのでちょっと一回刃物を研ぎます。もうちょっとじゃあ仕上げていきます。番手を変えてもう一回やります。ちょっと細かめのやつですね。でそしたらさっき の今掴んでる出っ張り、これですね、これを外す作業に入ります。こういうやつを使ってます。まあお皿みたいなんですけど、それにスポンジを貼ってます。でここを削り取っていきます。こういう感じまで小さくしたん で、あとはちょっとナイフとかフックナイフで僕は削り取ってます。そしたら完成です。だいたい俺直径がだいたい22センチ程度の、まあ、プレートですね。はい、ここにあの虫食い穴ありますけど、まあ、それも何ですか、愛嬌ということで、はい、まあ、こういう調子で、まあ、残り2枚もささっと引いていきます。ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とかしていただけると励みになります。よろしくお願いします。